さあ攻撃方向を入れ替えての最終コーナーとなります。ここはゴールデンファイターズといたしましてはしっかり、抑えて、自チームの攻撃へ持ち帰るというふうに思います。どうやら大阪ガスススカンクさんキッカー3番を出てきてきています。どうやらフィールドゴールキックを狙うです。これより第4クォーター、大阪ガスススカンクスフォースダウン。得点を決めました大阪ガスのキックにて、また、再スタート、試合は再スタートとなります。点差7点となっております、ゴールデンファイターズは追いつくためにはタッチダウンやタッチアウト、ドライブポイント、快音が必要になります。大阪ガスのキックから再スタートです。モーターの8番、うまく切り返して、大阪ガス24番選手がキック。大阪ガスカンクスキッカー3番高井選手のキックで試合再開。これをゴールデンファイターズリターナー8番高橋選手が22ヤードをリターン。ゴールデンファイターズ32ヤードスティールバーチャンテン。大阪ガスカンクスクォーターバック、失礼しました、ゴールデンファイターズクォーターバック10番吉村選手からワイドレシーバー8番高橋選手のパスが成功です。続いてセカンドダウン。ゴールデンファイターズランニングバック42番かけた高崎選手の中央プレー、9ヤードを返しファーストダウン獲得です。ゴールデンファイターズ自陣46ヤード付近より新たにファーストダウン権。パスインコンプリート、パスは成功です。パスは不成功。セクダン成功でしたので、ボールは元の位置に戻ります。ゴールデンファイターズの攻撃は2回目の攻撃、セカンドダウンです。
新しております。ゴールデンファイターズランニングバック42番サルタ選手のランプレー、17ヤードを原因しファーストダウン獲得です。ゴールデンファイターズ敵陣38ヤードから新たにファーストダウン戦の攻撃。ゴールデンファイターズの攻撃でしたが、大阪ガスホークス、ディフェンスライン54番、古賀一樹選手が9人タック。ゴールデンファイターズ、セカンドダウン。ゴールデンファイターズ、クォーターバック10番、クォーターバックが吉野選手、パスの構えからスクランブル、ゲインは6ヤード。市民は両方とも、ゴールデンファイターズ、サードラウンド攻撃、バースダウン獲得までは11ヤード。休日の過ごし方、ネットサーフ。さあサードダウン11。ゴールデンファイターズランニングバック42番小田選手がドロップでしたが、ここは大阪ガスホークスディフェンスライン54番古賀一樹選手がタックル、2ヤードのロスを奪っています。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得まで13ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。13といったところです。ラストダウン第4クォーター残り時間が7分56秒、無理してギャンブルする時間ではないですが、ここはしっかりパント、有名のパントを手前で大阪ガスの選手はしっかりキャッチしました。ゴールデンファイターズフォースダウンはパントを選択、パンター22番クロー選手のパントを大阪ガスサーキス54番古賀選手が打ち、ここで投手交代です。攻撃戦は大阪ガスカンクスに変わります。大阪ガスカンクス自陣38ヤードからファーストダウン10。3バイバンの、ショットガン体験ですね。奥に3人のレシーバー、手前80番目になりますが、バックアウト。大阪ガスバックス東京バック10番大久保選手からワイドレシーバー80番池崎選手へのパスが成功、ゲインは6ヤード。さあセカンドオフ、大阪ガスさらなる追加点を取って、このまま大阪ガスサックス、セカンドダウン。大阪ガスサックス、ファーストダウン獲得。大阪ガスサックス、ランニングバック21番、桑原慎之介選手、7ヤードを前進、ファーストダウン獲得です。大阪ガスカップ敵陣49ヤードから新たにファーストダウン10の攻撃。9月のショットダウン体験、今日は大阪ガスを常に感じる島田選手のピッチ。大阪
崎がスタッフ、ライン枠9番篠崎選手、左の奥を突き4ゴヤドーグン。自らの腕をしっかり張って大阪がスタッフ、セカンドダウンファイブ、もしくは3倍なんですけど、平田選手のモーションで渡すように見せかけて、トリックで持つ大岩選手がそのままの走り、大阪のスタッフ、ファーストボタナス10番目のレベルタイムアウト、ウォーターブレイクです。ここで、第4クォーターの、ウォーターブレイクの時点でちょうど、ここで選手の健康管理などでウォータータイムアウトがレフリーに振られています。今シーズンはですね、コロナ感染対策のために、各選手、全選手ですね、社会人学生とは、フェイスシールドを、装着しております。そのため、しまい、受傷等のリスクがあるため、このような時期が多くてですね、大阪ガスはここからまた着実に攻撃を進めて、さらにリードを広げる。一方で、レフリータイムアウトが終了しまして試合終了です。大阪ガスガス次のアウトに繋げたいところであります。バスターの攻撃、大阪ガスは18番、ここは選手が出てきております。篠崎選手に渡しましたが、これはゴールデンファイターズディフェンスの人間がしっかりと取りました。しかしワンプレーを使っております。フィールド内で倒れて大阪スタッフ、ランニングバック9番篠崎選手のワンプレーでしたが、ゴールデンファイターズランニングバッター49番田中選手のタックルが早くノーゴール。大阪スカウトス、セカンドダウン10。さあ、大阪スカウトス、セカンドダウン10。クォーターバックは大黒選手に代わっている。ここ、エースレシーバー、平田選手。バッターからバッター、バッターを更新しよう。大阪スカウトス、東京ダウン10番、大黒選手からワイドレシーバー11番、平田選手のパスが成功。ジュニアの原始ファーストダウン獲得です。大阪ガスタックス、敵陣22ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン攻撃。試合時間は残り5分を切った、5分を切っております。さあ、大阪選手でしたが、これは奥に投げ込み、パス失敗、バッテリーコンプリート。大阪ガスタックス、バースダウンの攻撃はパスを投げましたが不成功。セカンドダウンです。またもやクォーターバックは大浦選手か岡選手で入れ込みました。大阪ガスタックス、セカンドダウン10。さあ、セカンドダウン10。ここで3x1ですね。奥に3名のレシーバーを叩いているのだと思います。選手ボールを持って投げ、これはキャッチして、バッターキャッチを成功させてパースダウン、バッター獲得。大阪ガスタックス、コートラック18番岡選手からワイドレシーバー5番チャリ選手へのパスが成功。ジュニアの名刺パークダウンを獲得しています。大阪ガスタックス、ゴール前10ヤードからファーストダウン、ゴール2ゴール。さあ、ゴール前10ヤードファーストダウン10。
ジェットモーションでまたもやレシーバーの平田選手に入れましたが、これはゴールデンファイターのディフェンス陣でした。どうやらその平田選手が痛めたのレフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。試合時間は、残り3分53秒になります。フィールドの状況を見てみますと大きな怪我というのが上がったかなというのがありまして、セカンド選手選手が入っていきました。試合を再開します。大阪ラスタックスセカンドダウン、ゴールまでは11ヤード。パスを狙う大野選手、これはサイド割ってパスインコンプリート、キャッチとなっておりません。パス失敗。大阪ラスタックスセカンドダウンの攻撃でパスを投げましたが成功。ダウンは進んでサードダウンの攻撃です。ゴールラインまでは11ヤード。大阪ラスタックスサードダウンゴールトゥーボール。大阪ラスタックスランニングバック9番篠崎選手がボールを持ちましたが、ここはゴールデンファイターズディフェンスの集まりが早く、ゲインは1ヤードにとどめられています。大阪ラスタックスフォースダウンの攻撃に変わります。これをキッカー3番高森洋介選手が決め、フィールドゴールに成功。大阪ラスタックス第4クオーターに3点を追加。ここまでの得点13点です。第3となりました。これでゴールデンファイターズ1本の立ち上がりを見つけることが可能となりました。試合残り時間は43秒となっております。試合がまた再開になります。久しぶりのランニングですね。大きく展開しましたが、これも自身大阪バスカーズ岸川さんは高森選手のキックオフで試合再開。これをゴールに変えたず、リターナー8番高橋選手がリターン、約20秒後のリターンでした。ゴールデンファイターズ自身29ヤード付近よりファーストアンテナ。
ゴールデンファイターズ12時24ヤードからファーストアンテン、試合終了まで2分34秒。パスインコンプリート、パスは成功です。パス失敗してダウンスを出して、セカンドに入って、それで1点の攻撃となります。ゴールデンファイターズセカンドアウト。さあ、これはクォーターバック自ら持ち込みますが、ファンブル。ファンブルしたボールを大阪ガスの選手が抑えたもの。抑えました。投手交代して大阪ガスが攻撃です。試合時間は残り2分21秒。ダーノーマー投手交代です。イエローが出ています。スナップアイのハンドです。クレーターのハンド。オフェンス12人ハドル。5ヤードのペナルティ。ダウンはファーストダウン。攻撃側、大阪ガスカスに交代違反の反則。12人以上で攻撃を開始しようとしたという反則です。ペナルティは5ヤード。大阪ガスカープス5ヤードをまた1しバックルームを呼びます。さあ大阪ガスリバースからのさらにパス、これをゴールデンファイターズインターセプト。ゴールデンファイターズ自陣24ヤード、2024ヤードからファーストアウト。ゴールデンファイターズ自陣24ヤード付近よりファーストアウト。1秒。さあ、パスターゲット、サカスがタックル。ターゲット救命タックルです。サックル。ゴールデンファイターズバスの構えでしたが、ここは大阪ガスカープスディフェンスライン55番古賀選手が中央にスタート。4ヤードのロスを出しています。ゴールデンファイターズセカンドダウンの攻撃。ここは時間を使わずに進めたいところ、ドローを選択。何は40分間が試合残り時間は1分8秒。ゴールデンファイターズです。ゴールデンファイターズ。攻撃はフォースダウン、ラストダウンに変わります。チームタイムアウト。ゴールデンファイターズ後半1回目。ここでゴールデンファイターズが後半1回目のタイムアウト。ここでゴールデンファイターズ後半1回目のタイムアウトの要求です。試合残り時間は1分8秒。シチュエーションフェースアンツーです。
ゴールデンファイターズとしては一の立ち直りを取って、ドライフを仮にですね、プレーを選択した場合も8点の追加なので、2点と足りない状況です。終了しまして、ゴールデンファイターズ、フォースダウン。さあ、ギャンブルを選択。しかし、パスが届かず。フォースダウンの攻撃が失敗です。攻守交代して、フォースダウンがフォースダウンの攻撃で、4回の攻撃で、バースダウン獲得できませんでしたので、ここで攻守交代となります。攻撃権は大阪ガスタッフに変わります。大阪ガスタッフ、敵陣32ヤード付近よりバースダウン戦の攻撃です。試合終了までの残り時間は1分3秒。大阪ガスは追加点を狙ってくるか、クォーターバックから10番大浦選手を投入。ここはしっかりランプレーで時間を使いながら中で倒れる。チームタイムアウト。ゴールデンファイターズ後半2回目。ここで時間を残すために、ゴールデンファイターズが後半に。ここでゴールデンファイターズ後半2回目のタイムアウトの要求です。ゲームは9ヤードでした。ここでゴールデンファイターズ試合終了までの残り時間42秒残し、後半3回目、最後のタイムアウトのゴールデンファイターズ使用いたしましたので、後半はタイムアウトが取れない、試合残り時間42秒になっています。タイムアウト終了しまして、試合再開。大阪ガスタンス、サードダウンは。ピッチで篠崎選手がそのまま外に、しかしイエローが出ています。ここでファウルマーカー、反則の発生です。おそらく場所的にはホールディングではないでしょうか。オフェンスの選手はブロック最後のディフェンス選手を掴んだという反則と思われますが、ホールでオフェンス大阪ガスタンス10ヤードペナルティー、ダウンはサードダウンを繰り返します。やはり大阪ガスタンス攻撃側、大阪ガスタンスにホールディングの反則、ペナルティーは10ヤード。大阪ガスタンス10ヤードを抜退、10ヤード抜退してサードダウンを延長します。次のプレーの提示はスナップより開始します。次のプレーの提示はスナップより開始します。試合残り時間は35秒。
タイム。大阪ガス館後半1回目。そこで大阪ガス館後半1回目のタイムアウトの要求です。ランプレーとボールネットとなりますので、ゲームクロックが進みます。大阪ガス13点ゴールデンファイターズです。大阪ガスが勝利です。ゲームオーバーです。試合終了。ここで試合終了です。ご覧いただきましたように、ただいまの試合、NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ 2020X2 ベスト、大阪ガスタックス対ゴールデンファイターズの試合は、13対3で大阪ガスタックスが勝利いたしました。本日はどうもありがとうございました。大阪ガスが、勝利いたしました。大阪ガスはですね、初戦のジェイスターズに勝利して、本日もご丁寧ありがとうございました。この試合、クラブフォークアイトの試合に、本日勝利して、2勝1敗という成績となっております。